ばんは、ゆかです。こんばんは、なおです。今日は何するんですか？はい、今日はじゃじゃん、はい、チャイルドシートを購入したので、メーカーとかの説明と、あと車に取り付けをしたいと思います。イエーイ。商品説明お願いします。商品説明はい、こちらはリーマンのビットターンです。です。なぜこれを選びましたか？これ、うん、安い買う店舗によって金額は多分違うと思うんですけど、定価でどれぐらい？36,000円ぐらい。うん、私たちが買ったところはちょうど在庫処分っていう感じで、すごく安売りしてて29,000円で購入しました。安いね。チャイルドシートって結構ピンキリっていうか、いくらぐらいするんやろ、高いので8万とかする？ああ、まあするんじゃない？8万とかするやつもあるの、まあ、それぐらいするんですけど、まあ、値段によってその安全性が悪いとかそういうわけじゃないから、まあ、ちょっと使いやすいかどうかっていうのと、まあ、機能面が充実してるかどうかっていうだけやから、安いし、まあ、これを選んだ理由は他にもあったのでこれを選びました。あとはロングユース、はいはい、新生児から12歳まで、うん、12歳まで使える。そう、チャイルドシート結構見てたら、新生児から使えるやつは4歳までの使用期限っていうかなって言ったらいいかな、4歳まで使えるよっていうやつがほとんどで、このロングユースのやつって意外と少なかった、うん、12歳まで使えるんですけど、まあ、多分その辺までは使わんとしても、チャイルドシートが義務付けられてる年齢まではずっと使えるんじゃないかなと思ってこれを買いました。まあ、その時と場合によって違うかもしれないので、どうなるかわかんないですけど、長い目を見てロングユースのやつを購入しました。次は色、まあ、色もそうかな、はい、ベージュで絶対探してたっていうわけじゃないけど、なんか目についたのがベージュ可愛いなと思ってね、可愛いよねベージュ。車のシートは黒黒ですがそうそうそう、そう黒なんやけど、でもまあベージュも可愛いし、で車の中って結構日が当たったりして暑いから、黒って暑いんじゃないかなと思って、勝手な想像やけど、あとはね、後から車につけた時に説明するんやけど、このチャイルドシートは私の車に乗せるので、私の持ってる車は軽自動車で、車内がね結構キツキツっていうか、まあ広いっちゃ広いけど、普通車よりかはちょっと狭いので、なるべくコンパクトなやつというか、よくさ、これなんて言ったらいいんかな、ここにさ土台、ここに土台あるやつ、そう足、正式名称わからんからあれなんやけど、ここに土台があるやつがあって、あれがつくと結構車内が狭く感じるというか、足元に荷物が置けへんくなる。後ろでベルトで止めるタイプになってるので、土台がないから、あの車内がよりスペース有効活用できる。これはアイソフィックス でそれプラス後ろにベルトが付けられるタイプです。まあ、あとはね、あのこれ回る絶対回らなあかん、乗せる時にこうドア側に向いてほしいのと、あとはちゃんと走行中にこう後ろ向きになってくれること、こういう感じで、これ今リクライニング倒した状態に、リクライニングは5段階いきます。5段階、はい、これが一番倒した状態な、はい、これが普通、はい、あ、書いたじゃんこれ横に、何で赤い矢印ついて、今1段階、え、5段階、1段階か、1やろ、1や、全然違う1か、1で、2にいいか、あ、これ2や、2、はい、映ってる、映ってないかもしれないこれ3、あ、いけてる、4、4、で5、細かいな
細かい細かい刻んでご細かいわ、はいはい、これが一番倒した状態、はい、だから新生児生まれたてはこの状態で使う、はいはい、あとはこれこのカバーをついてるんです日よけも子供が生まれてチャイルドシートとか使ってる人から聞いた話やと絶対この日よけはいるっていうことやったんでこれがついてるやつで検討してました。ハイブリッド衝撃吸収剤メモリーフィットって書いてある。柔らかさと硬さを合わせ持つハイブリッドクッションって書いてある。確か硬くて柔らかいハイブリッドクッション。なんかこの一番手前のクッションは低反発な感じ。ハット的なものは外れてポッシャブル、はい、全部洗える。お前、洗えるな、はい、すっげえ。大体全部洗えるんじゃない、どのメーカーも。はい、じゃあ、乗せてみる。それつけてみよう。はい、何分だ、何分だ、やります。はい、はい、行こう。はい、じゃあ取り付けてみましょう。チャイルドシートカバーっていうのかなを Amazon で安いやつやけど買いました。これを座席につけてからチャイルドシートを乗せます。なんかもっと高いやつはこの何このシートにクッション性があってあのチャイルドシートを乗せてもこうへこまないようになってるんですけどこれは安いやつやから、まあ、ちょっとだけクッションないかないな。クッション性これでもこの背中の部分はちょっとだけクッションあるけど、はい、こんな感じ、はいはい、で、でこうで甘いか、はい、この赤のステッチが気に気になるんですよね。あんまりこれはデザインでは選んでそうそうあの選ぶそう商品買うときはこう赤いステッチやと思ってなくってこれ頼んだんですけど届いてみたらちょっとあれやったね。はい次、はい、まずアイソフィックスのレバーを出す。はいジャギン、はい、でまたは上がった？分かんない。見えるこれ、うん、見える。取れてるの？取れてる取れてる。はいはい、はい、これが緑に変わったらちゃんと入ってるってことやね。入ってるけど、うん、もっと押し込んだよ。で、うん、押し込まな。どれぐらい押し込んだらいいか分からん。一番奥までちゃう？これぐらい？うん、あ、これしっかりしたね、結構、うん、これでいいな。ほんではい、いい感じや。あ、いいや。いい感じやね。あ、いいや。後ろのベルト。後ろのベルト、これね。はい。これを一回後ろに。後ろやけど。うん。ちょっと待って、反対につけるから。あ、そうやな。こう反対したら、こう？そうそうそう。やな。うん。これで、このフックはまだ取らなかった。そのフックを。取って、はい、これを後ろに。あ、それを後ろ、はい、うん、これだからこう。そこにフックがあるからそれをこれを後ろに持ってかな。でこれを通さなあかんね、はい、こう。あ、はいはいはい、わかる、はいはいはい、はい、はいはいはい、これはずっとこうレバーのボタンを押しながら伸ばすと、はいはいはい、後ろに持っていく。これ結構硬いな、このフックが。フックが押しながらじゃないと。押しながらさ、緩めるって感じだけど。うん、なんか難しい。こういう感じか。うん、伸びたね。届くかな？届くかな？で？届くけど、これ金具をこれ通すのむずいな。むずいね。むずいね、この時。この下に？え、通るこれ。見えへんな、これ。うん、下が見える、これ。きつく、これ。うん、うん、はい。指触ってるとこ。はい、ここ。あ、あるね、フックが。はいはいはい。ここにカチャンと。はい。それをさっきのフックを止める。下。はい、合いました。うん。はい。
で、棒見て、棒上に行って固定されたな。はい、で締めてげるか。で、長さ調整する。ギュッと締めてかな、ぐーっと。あー、それを引っ張って。お、お、はい。あれか、まあでもこっちは緩いもんな、うん、違う、こっち行かんないやんな。もういいんじゃない。うん、で、あとはあとは、その長いのをくるくる。正解。はい、はい、くるくるして逆の方が良かった。んで、まあいいよ。で、マジックテープがついてるからこう、こうじゃない。でもやな、じゃあ、うん、そうやな、こう、うん、こうする。うん、はい、あ、はいはいはい、はい、いいんじゃない。はい、リクライニングもし倒していいんじゃない。うん、分からんけど、ちょっとやってみる。はい、乗して、はい、はい、乗せます。で、運転中はこっち向きな。あ、ほら、うん、いいんじゃない、はい、これ別にさ、これ角度変えたらチャイルドシート乗らんかな。チャイルドシート、ベビーカー、ベビーカー乗らんかな。これさ、もうちょっと前でもいいんじゃない。前でもいいか。うん、まあ、いいんじゃない、うん、はい、はい、いいんじゃない、これ、これでも、うん、はい、うん、はい、はい、これ長さ変えなあかんな。そうやね、まあ、調節しやなあかんけど、ちょっと伸ばしとこうか、うん、これやったな、これ長さはここ変わる。はい、ボタンを、え、ってる、奥やな、この奥をこう押して伸ばすと。短くするときは、え、短くするときはこれを引っ張って、ね、あ、それを引っ張るな、逆に、はいはいはい、まあ、伸ばした状態で、まあ後から乗せて引っ張ったらいいか、合わせて、うん、だいぶ伸ばしたな。え、そうか確かに、でもこれするときは楽やけど、うん、しようと思ったらあれやな。パズルみたいな、なんか、うん、はい、な、重ねて、これはだいたいこんな、どのメーカーもこんなやな、どのメーカーもそんな感じやな、ガチやったな、うん、これな、はい、で隠してな、うん、やらんよいな、うん、いいじゃない、でかでかかったな、ちょっと、うん、まあそんなもんかな。はい、赤ちゃん生まれるまでにちょっと人形とか使って乗せ下ろしする練習はしたいと思います。プーさん、うん、プーさんちょっとでかいんだよね、新生児にしてはな、はい、ちょっと他のなんかで、はい、ひさしをつけたらこんな感じです。わーわー、はい、こんな感じ。いらないときはここで収納もできるボタンでね、いいんじゃない、かわいいやん、な、かわいい、うん、はい、開けとこうか、よし、はい、OK、 お疲れさん。はい、チャイルドシート無事に設置できました。はい、OK、はい、今回はチャイルドシートは前回のベビーカーの動画に引き続いて大物ベビー用品になるんですけど、我が家は車移動がメインなのでチャイルドシートは絶対必要で、退院時に必要なので、まあ、なるべく早めに購入をさせていただきました。っていうかもうベビー用品は着々と揃ってきていてて、あと物足りないものとしては衣類関係だけかなっていう感じっていうぐらい結構揃ってきています。なのでまた後日あの完璧に揃い次第ちょっと順番に紹介したいなと思いますので、またベビー用品についてはまとめてご紹介したいと思います。使ってみやな、やっぱり。まあそうなんですよね、何でもそうやけど使ってみやな、わからんだよね、使い心地というか、早く使いたいね、うん、
そうやね。ということで、まあ、今回はあの商品の説明とチャイルドシート設置っていうところを紹介させていただいたんですが、また生まれてからお出かけとかするので、その時に使う様子とか映せたらいいなと思っております。ということで、本日の内容は以上となります。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日もそうなんですが、暑い日が続いておりますので、皆さん体調には十分気をつけてお過ごしください。私もです。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。